い、よろしくお願いします。ということで行きましょうか。リカシーが今待機をやっているはず。ちょっと見えない。あれ、あ、博士先輩もいらっしゃる。だけどん、あ、メルトちゃんか。こう、ん、ちゃお疲れ様です。こんちゃです。博士先輩、はじめましてしといた方がいいかな。先輩、はじめまして、プラモチと言います。よし、先輩はじめまして、クラムチと言います。リカシー、大金頑張ってな。うわ、イメージ通りだな。いい子やな。なんて返す。はじめましてだけやったらなんかちょっと冷たい感じもあるし、でもなんかちょっとユーモアを求めたらきしょい可能性もあるし、せやな。え、歌ってみた、めっちゃ良かったですって言ったら、いきなり褒めてきて、きしょい。そうならんか。歌見た、めっちゃ良かったです。よし、いやもうマジでいいから聴いてほしいんだけど、歌めっちゃうまいよ、メルトちゃん。これ私に言ってるのかな。え、私聴いてくださったの。やば、え、どうしよう。聴いてくださったんですか、ありがとうございます。今日記念日とさせてください。違うな、気持ち悪いな。今日が記念日になりました。嬉しすぎて。これ一発で気持ち悪がられる。待ってのめっちゃ嬉しいな。ありがとうございます。嬉しすぎて今日が記念日になりました。いい子やな、いい子やなって返事しそうになったわ。いや、いい子やなってさ、そう言うたらさ、返事困らん。また歌見た、楽しみにしてます。にしたか。よし、嬉しい。うわ、え、待って、底なしに優しいか、もしかして。後でスクショとかする。また今スクショしちゃおう。え、これちょっとマジでキモいから絶対言うなよ。お前ら本当にフリじゃないから絶対言うなよ。え、ちょっとどうしよう。ちょっと待って、本当にちょっと待って。好きな人からさ、連絡が来た。中学生、高校生、学生ぐらい時間がかかるかもしれない。思春期みたいな気持ちです今。そっか、私も先輩のお歌大好きです。いや、キモくない。すごいキモいんじゃない私。あ、どうしよう。この時間ずっとキモい私。でもさ、もう終わりにした方がいいから、絶対にご迷惑だから、ありがとうございましたっていうので、と。良いよね。これよ、これよ。よし、もうダメだ。もう、本当にありがとうございます。絡んでもらって、もうめちゃめちゃありがとうございました。でも先輩の歌大好きです、ありがとうございます。ええー、子やなー、ええー、子やなー。ビッグラブやな、やっぱ。誰かから連絡が来ました。うわっ、あー、クショだろ、こんなの。こんなこと言ってもらえて、どうしたらいいんだよ。一旦これ多分終わりだよね。何かやってご挨拶させていただくときに、この間ありがとうございましたっていうことにしようかな。うわー、嬉しい、めっちゃ嬉しい。あ、嬉しいな。え、だってさ、先輩だってめちゃめちゃお歌お上手なのにさ、そんな先輩に言ってもらえるなんてさ、私大丈夫から死ぬんじゃない。今日死ぬんじゃない、本当に。